クールゲームをいろんなものがあるよ。なんでこいつが、うわちょっとお前今ちょっと島崎なんだお前島崎松岡の声優プレイ、はいまだ慣れてないね。ないということで、はい、今日はプールゲームをいろんなものがあるよ。どれ気になる？いや気になるものしかないんだけどね、これ。そうね。あとこの中で言ったらね、うん、まあ自分磁石の方かな。これおもろそうだよね。うん、サムライの石って書いて磁石、うんうん、はい、というゲームで、うん、これがね、ウノとジェンガを足して2で割ったゲームらしい。うん、じゃあ磁石からいく？あ、磁石からサムライ石。うん、よし。島崎松岡の声優プレイ。はい、ということで磁石やっていきたいと思います。うん、すごいこれ、マグネットパワーが。つくんだよ、これ。で、これどういうゲームかって言いますと、交互にこの磁石を置いていくんですよ。で、こういうふうに交互に置いてって、うん、くっついちゃったら負け、こうやって。くっつけないように置くんだって。こんなに強い磁石だよ。これ、思ったより強いね、やばいね。うん、これ、反発力もすごいよ、逆に。うん、ほら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 。ほんとだ。ほらほらほら、すごいすごい。すごい。これどっちがどっちかを分かってないとクリアできないみたいな。あ、SN もあるね。うん、SN 分かってればくっつかないとかあるね。うん、これいくよ。うん、いいね、いいじゃないのね。ちょっと待って、俺も攻略法分かっちゃったかもしんねえぞ。嘘、必勝法見つけた。うん、OK、いける。マジ、うん、じゃんけんする？じゃんけんする。最初はグー、じゃんけんぽい。どっち？高校だな、これは。オッケー、うん、じゃあ俺ね、うん、初手天元。あ側面に張り付いてるすげえ、机に張り付いてる。これはね、やっぱね、相手の陣地を削っていくものだよね。うん、こういきなり真ん中とかにね、置いていこうと思う。やっぱそこ行くよね。うん、全然いけるよ、これ。こうだ、やっぱ。あ、隅埋めてく。うん、これどうしようかな、まだ攻める必要ないよな。あ、でもこうやって嫌なとこ埋めてこ。これ多分ここまでは予想できたの。ほう。で、反発を使うんだとしたら、うん、いけるかな。俺ここだよ、これ。どういうこと、どういうこと。分かんないけど、うん、ここに置こう。俺はじゃあ、ユシスが角を攻めていくから、俺は真ん中のを攻めていく。思ったんだけど、うん、角を攻めていくごとによって自分のやつの置ける部分も少なくなってくるんだよね。うん、そうだね。だから俺は角を攻める自分の首絞めるって今言ったのに、なんかそろそろ怖くなってきたんだけど、これでしょ。そうそう、油断すると行くやつな気がしてきたよ。だから俺、手数のことを考えて俺高校にしたの。うん、なるほどね。いやでもね、それピンチはチャンスよ。乗り越えたら動いてる、こんな慣れてるのに。動いてる、怖えぞ。こんな慣れてるのに動いたよこんな慣れてるのに動いた、怖っ。今あれで信長が引き合ったってことは、あ、でも横にいるやつが分かんないから、あ、じゃあ OK。 横でくっつくのもあるからな、これ。怖え、そろそろやばいね、そろそろやばいね。うわ、なんか崩れそうで怖い、そこ。でも俺は怖い、怖い、怖い。動いた、今ちょっと動いたちょっと動いた今。あ、これ遠ざかるよ、ほらほら。あ、待って待って、遠ざかってた結果引き寄せる可能性がある。あ、怖い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 。あのさ、うん、もう置けるとこなくね？いや、まだあるかもしれない。いや、これはまずいでしょ。これまずいだろ、これは。逆に言うと、ああ。逆に言うと、ああ。今ね、多分俺がここにぶつかったんだよ。まあこれは、まあまだまだ脳練習ね、脳練習。ちょっと気をつけよう、ごめん、俺触れないようにしなきゃ。これまだ脳幹でしょ、これは。脳幹、脳幹。うん、島崎松岡のセーフプレイ。これすごいね。でもあんなちょっと衝撃当たっただけでくっつくからさ、うん、まだまだ余裕あると思ったけど、やっぱ際どかったね。もうないね。じゃあ僕からいきましょう。うん、初手、うん、天元。だからさ、おいおい何回同じことやんの
じゃあ、いきます、改めて。あ、俺気づいちゃったわ。このゲームには必勝法がある。あるあるある。じゃあ、俺は真ん中からいきましょう。崩れた、必勝法崩れた。そんなことない。いや、待て待て待て。まあ、さっきのように、あー、端からね。ええ、あ、ちょっとだけ。いいよいいよいいよ。俺こうしなきゃこれできないんだ。え、それで何かがあるのか。うん、はい。そこに置かれると困るんだよ。マジでマジかよ。じゃあなんか輸出源やってることを邪魔しないでおくか。でももうなんかこっちもうきついんだよな。こっちもうきついよ。じゃあやっぱさっきの輸出源になって、この角そこか。うん、で俺こっからだよ。こっから、こっから始まる必勝法が。お前攻めんねお前攻めんね秋山さんあのね俺が考えた必勝法は、うん、反発させれば、あ、壁に押さえつけるってですね。押さえつければ安全地帯が増えるって考えたのね。できんのかなそれ。だからさっき置き方にこだわったの。どうか、うん、こうなってでなれば、これ反発するんだったら隣に置けるはずなの。確かに置けねえじゃねえか柴崎松岡の声優ブレイク。じゃあ自分から言っていい？いいよ。ここだな。ほう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 、テンポ変えてきたね。うん、じゃあ俺さっきの輸出具に習ってこのカードを攻めてくよ。これ相手がどっち向きに置いてんのか分かんねえんだよな。ねえ、こうスラーっつって確認することも、グラーってしてる間にくっついちゃってするのか、後半になってくると、うん、うわー、なんか安定感ないのに置いたね怖いなそれ。まだ攻める意味ないんだよな別に。まあこれ相手のね陣地を潰すっていくみたいな感じもあるから、うん、マジで動いた今動いたぞそろそろ置ける場所になってきたね。うん、どこに置くこれ待って、信長これ置けたら、うん、俺次置く場所なくなっちゃうんだよね。あ、そっか、そういうというのもあるか。よく引き合わなかったねこれ。ね、これ運よく多分俺もう置く場所ないんだけど。いやもうこれ頑張るしかないね、見つけるしかないね、なんとか置けちゃう。マジで立ったぞお立ちになった、倒れたお立ちになりましたよあの人。もうちょっとなんでこいつが。うわちょっとお前今のちょっと見たい見たい、どうなったか見たかったよ今。蹴んの、ああそっか、右のやつがひっついちゃうのか。よっしゃー、これ奥深いなこれ。またやりたいね。うん、さあ次のゲームに行こう。次のゲーム、ちょっと数パターン声優プレイをいただきます。映ってる、映ってます。なんか場面転換とかですか。うん、声優プレイ、確かに下崎あ、そっちにラジオバージョンな感じ。声優プレイ、そう、声優プレイって。はい、なんかアップルストアみたいなはい、じゃあ数パターンお願いします。下崎松岡の声優プレイ。あの打ち合わせなしにやめてもらえる嘘くんだって思って。いやいや適当にやって。島崎松岡のセーフプレイ自分でやっといて笑わないなんなん島崎マジで信長じゃねえ島崎信長じゃもう俺一人じゃんいやごめん、俺が普通のも取っといた方がいいかなって。あ、なるほどね。うん、じゃあ行こうか。島崎松岡の
声優プレイ。やめろよそういうの。どこが普通なんだよ。わかりました、じゃあまっすぐ行くわ、ストレートにやるわ。柴崎なんだお前まっすぐ、いや、なるほどまっすぐ、そっちの方ね、まっすぐ普通にやる方じゃなかった本当に普通にやる、本当に本当に普通にやる。島崎松岡の精一杯普通だな、なんかボケとツッコミみたいな、うん、多分今ので取れ高いけるかもしれないはい、この動画をね、はい、いいなと思ってくださった方は、うん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。